このジャショコラです、今日はですね、こちらの大好きなすごく気に入っているジョンソンブロスですね。はい、草薙くんもですね、動画で紹介していて、もうこれを手に入れるまで俺はずっと草薙くんの動画を多分本当大げさじゃなく5、60回は多分見たんじゃないかなと思うんですけども、はい、そのですね、ついに手に入れまして、こちらはですね結構気に入って着てるんですけれども、今日はですねこちらのコーデをちょっとやってみようかなと思います。はい、まあジョンソンブロス自体の数がすごく少ないので、これをこうコーデ紹介しますってやったところで別にっていう、俺持ってねえしみたいな感じになると思うんですけども、別に、ジョンソンブロスに限らずですね、まあこういう要は、着丈が特徴でいうと着丈が短いこのブラウンのこういうレザージャケット、逆に言うともう何でもそうだと思う。もう A2 も言ったら同じような括りに入るし、違いますけどね、もちろん違いますけど、その何て言うんだ、この被ってる部分もあるよねっていう意味で、コーデ的にはそこまでこう大きくずれるわけじゃないので、はい、これがコットンのロングコートだったら絶対コーデ別になりますけど、A2 とこれだったらまあ全然こう互換性がある感じ、これで似合えば別に A2 でもいけんじゃないっていう、まあ、色とかねあれにもよりますけどっていうのはありますし、まあまあまあなんか参考になればなっていうところでですね、はい、ちょっとコーデをいくつか、やってみようかなと思っております。はい、そうですね、まあもちろんジョンソンブロス持ってる方いてね、ああなるほどそんな感じもあるかと思ってもらえればそれはなおいいですが、はい、まあでも言うてそのコーデが別にそんなに得意な方ではないので、やっぱ物が好きなんですよね。物が好きで自分なりになんかとかこう合わせて着たりはしますけど、全然おしゃれだとは別に思ってないので、そのコーデに自信あるとかはもう全くなくて、多分よっぽど俺が持ってるアイテムをおしゃれな人が、コーデしてくれたら相当おしゃれに着こなせるんじゃないかなと思いますけどね。俺は本当に経年変化できればもうその日何でもいいみたいなことも全然あるので、はい、という感じです。なんつって言い訳をしながら、じゃあですね、一つ目コーデ行ってみたいと思います。はい、一つ目はですね、あれです、ミスターフリーダムのハイネックのですね、コットンのインディゴ染めのやつです。これね、昔買った動画を上げているんですけど、はい、それです。に、40年代のフォアモーストのヴィンテージのデニムですね。はい、ちょっとなんか、ヴィンテージ合わせた方が雰囲気出るかなと思ってですね、ヴィンテージに着てみました。はい、で、それに、ジョンソンブロスですね。はい、もう本当にこの着丈の、特にこのこれこいつはもう着丈の短さが尋常じゃないので、本当にちょうどいいです。この着丈の短いこのジョンソンブロスのためにあるんじゃないかっていうくらい完璧な着丈の長さのインナーですね。はい、こんな感じですね。でも下が全然出ないです。ただですね、これコットンなんですけど、だからウールのハイネックじゃないのでそこまであったかくないかなって最初思ったんですけど、すっごいタイトでちっちゃいんですよ。ちょっと脱ぎますけど、すっごいちっ、なんですか、これ S サイズ買ったんですけど、むちゃくちゃタイトで、着たら体にぴったりくっついてるせいか、すっ結構あ思った以上にあったかいですね。はい、あとこれで洗濯何回だろう、7、8回ぐらいやって、結構その色落ちがもうしないところまで、あ色落ちじゃない、色移りがしないところまで、はい、他のものと洗濯しても色移りしないところまでは色を安定させたかったので、結構ね、買ったばっかりの時にもうほんと毎日着て、2日か3日におきに洗ってはやってたので、もう結構今はもう色移りしないぐらいまでには、こいつ自体は色落ちてきますけど他にこう染料が移るっていうレベルではないぐらいまで落ち着いたんですね。はい、なので結構ねやれというか、そのなんていうんですかね、
これの経年変化もだからすごくねいい感じになってます。はい、ただやっぱきつきつなんで、もう本当に洗濯するたんびにまたギュッてなるので、もう本当洗濯後に着るとき結構えぐいですね。もううわーっつってクーっつってなりますね。で脱ぐときももうパッツパツなんで、本当ウエットスーツ着てるみたいな感じなんで結構脱ぐの大変です。ただスタイル的にはすごく好きですね。このやっぱインディゴがどんどんここからも変化していく感じもいいし、着丈が短くて結構体にぴったりして、でも別にストレスを感じるほどじゃないっていうこの感じがすごく気に入っているので、さらにジョンソンブロスにも合うっていう感じでね、これは本当に買ってよかったなという感じですね。はい、こんな感じで、ちょっと脱いじゃいましたけどはい、一つ目のコーデはこんな感じです。じゃあ二つ目いってみたいと思います。はい、二つ目はですね、チャンピオンの、トゥルトゥアーカイブスというあれですね、50年代ぐらいのリバースの、復刻されたものの、パーカーと、あと下はですね、これマルジェラなんですけど、ブラックのデニムパンツっていう感じですね、に合わせてます。はい、これ別にまあ何でもって感じです。本当は別に下もデニム、本当濃厚のデニムでも別にいいと思いますし、上も別に何ですかグレーでもいいし、まあスウェットだったら、まあ強いて言うならもうちょっと薄手の方が合わせた時になんかボリューム的にはもうちょっとこうボリュームダウンができていいかなっていう感じはしますけど、これはあえてちょっと寒いんで結構ねこんぐらい極厚のちょっと、チャンピオンのニット入れるのがいいかなっていう感じですね。実用性を兼ねてちょっと入れてますね。はい、薄いのだと結構寒いんですよねやっぱりね。はい、で結構まあモコッとしてもなんかこいつは結構腕も太いし結構受け止めてくれるんで、結構これはねリアルに、してるコーデですね。まあパンツは変えたりしますけど、中のこのチャンピオンのスウェット着つつ、こいつを着るっていうここのコーデはよくやりますね。これ着るときには結構します。はい、まあ、丈もねそこまで長くしてないので、長くないのでそこまで別に全然許容範囲の丈の長さ合わせ方かなとは思ってますね。はい、結構あったかいんで、まあ、締めちゃうとねちょっとここがもたつくかもしれないですけど、まあ個人的にはでもこれも許容範囲くらいですね。はい、って感じですね。はい、まあ、ブーツはもう何でも、もうブーツというか靴はもうレッドウィングでもスニーカーでも何でもいいと思います。これは本当、はい、こんな感じでね結構ガチに着てますね。はい、もう本当寒くなったらもうこれですね。もう本当に、はい、フードは本当めちゃくちゃ重宝しますね。こんなあったかいんだ、するしないでこんな変わんだってマジで思いますね。まあ帽子でもいいんですけど、はい、こんな感じですかね。まあ開けてきてもいいなと思うし、閉めてもいいかなっていう感じですね。はい、じゃあ、最後ですね、3つ目いってみたいと思います。はいはい、そして最後3つ目はですね、がっつりミリタリーテイストにしてみました。はい、ミリタリーのあのシャツですね。はい、シャツに、これダッパーズさんの、あ、これダッパーズダッパーですね。なので、ダッパーズさんのベストですね、デニムのベストに、M51 ですね。はい、もうここを脱ぐとここを脱ぐともうミリタリーのシャツ全開って感じですけど、はい、まあ着ちゃえばそんなでもないかな。まあ、あとあれですね、着丈が短いんで、まあ、結構ベスト系が似合うよって話ですね。はい、似合うというか、まあ、ベスト着ればイン必然的にするんで、ここをこうシャツがこうもたつくことがあんまないかなっていう感じですね。なのでベストは結構重宝します。ベスト着てシャツインして、でかつ上に着ちゃうみたいな感じが、まあ、使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい、着丈が短いとこういう感じの着方がちょっと多いかなっていう感じですね。はい、はい、締めるとこんな感じですね。ミリタリーと合いますね。まあ本当これ映像に変えてもいいぐらいだと思いますしね、本当に。はい、こんな感じですかね。はい、というわけで、今日ですね、こちらのジョンソンブロスのですね、コーデをちょっと3つほどやってみました。はい、
まあ、何かね、ジョンソンブロスじゃないにしても何か他のレザーだったり、何か他のコーデで何かの参考になればいいかなと思っております。本日もご視聴ありがとうございました。あ、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。